はい、皆さん、こんにちは。文学研究科の山城です。2020年度春夏学期フランス文学講義モンテーニュエセイ入門第14回の講義を始めます。今回と次回の2回の授業でモンテーニュの政治観乱世における法と秩序というテーマについてお話しします。 講義内容はご覧のとおりです。第14回の今回は、ボルドー市長を務めたモンテーニュの功績と、その際の心構えについて見た後ですね、彼の法律についての考え方、そして彼の思想における政治と倫理の関係を外観しましょう。 モンテーニュは1581年から1585年の4年間にわたってボルドー市長を2期務めましたこの期間とですねその後のモンテーニュの政治家としての活動をですね外観しておきましょう1581年の9月旅の途中で ウォルドー市,市長選出のですね、法を受け取りました。その後もローマや各地の温泉をめぐって、11月末に帰京し、市長に就任しました。モンテーニュ市長の4年間はですね、宗教戦争の休止期間に重なりますが、 それでもプロテスタントが市の人口の7分の1を占めていてですねまたカトリック求信派の旧教同盟の支持者層も大変強固であったということから争いは一触即発の状態で市政はですね大変困難を極めました。モンテーニは カトリック恩派、えーまあ、これポ,ポリティック派というふうに呼ばれますけれどもその立場から、えー、あくまでも国王アンリ3世や、えー、王母カトリーヌ・カトリーヌ・ズ・メデシスですね、えー、と歩調を合わせながらあープロテスタントたちにもま理解を示してですね、えーまあ、国内の平和の維持に最大限努めていました。 1584年、アンリー3世の弟が病気で亡くなります。まあ、彼には子供がいなかったことから、ワロワ家が途絶することが決定的になりました。でそこで、ブルボン家のアンリー・ドゥ・ナヴァールが正式にフランスの王位継承者となります。でアンリー3世は、このナヴァールに、 カトリックへの改修の改要請を行いますがナバールはそれを断りますところでモンテーニュはアンリド・ナバールと親交がありました1584年12月にはですねこのナバールがモンテーニュの上官を訪れてなんと宿泊までしました この時アンリ・ドゥ・ナヴァールは出された料理を毒味もさせずに食べてですね普段はモンテーニュが使っているベッドで就寝したということですそんな中1585年の3月ギーズ公アンリ率いる旧共同盟ラ・リーグはフランス国王はカトリックでなければならないと 宣言してです、ね、アンリ三世とナバールに宣戦布告しました。これがいわゆる三アンリの戦いです。モンテーニはあくまでもアンリ三世の後継者としてアンリ・ド・ナバールを支持しました。その直後にですね、ボルドーで急極同盟派のヴァイエックという人物が 反乱を起こします。が、モンテーニュは、これに冷静に対処して事なきを得ます。ちょうどこの頃ボルドー市内でペストが流行し、7月末の市長任期満了を待たずに、モンテーニュの上官に帰りました。このボルドーからモンテーニュの上官というのはですね、現代では、 電車で1時間少々の距離ですけれども馬でですね移動するとなると大変な時間がかかったということですその後ですねモンテーニは市長を退任しますけれどもそれから後もナバールやカトリーヌから信頼を得て政治的な役割を になりました1586年の8月頃ペストがモンテーニュの上下にまで迫り約半年間にわたってモンテーニュは家族と執事たちを連れてですね、えー、あの縁故者を頼ってですね放浪を繰り返しますでその模様はエセ第3巻第9章「虚しさについてに」に 報告されています1587年秋モンテーニュは再びアンリ・ド・ナワールを自宅に迎えカトリックへの改宗と王との和解を進めましたこのような交渉は宗教同盟側の反感を変えますモンテーニュはそれで何度か身の危険に遭遇します 中でも1588年7月モンテーニュはパリ滞在中にですね旧共同盟派に捕まえられてですねバスチーユに投獄されましたアンリ三世とですねナバールの融和を図ろうとするモンテーニュが目障りだったと思われます そこで幸いにもカトリーヌ・ド・メディシスの介入によってその日のうちに彼は解放されます。そしてその後、1588年末にアンリ3世が旧共同盟のギンズ公アンリを騙し討ちにして殺害します。モンテーニは日記にアンリ・ド・ギーズ誠に当代第一級の人物の一人であったが 国王の居室にて殺害されるというふうに痛恨の思いを記しています。その翌年、1589年ですね、逆にアンリ3世がある修道士によって暗殺されます。そこでアンリ・ドナバールがアンリ4世として即位します。 アンリ四世は即位後、モンテーニュに補佐役を依頼する手紙を送りますが、結局、モンテーニュは応じることはありませんでした。彼はアンリ四世に、民衆には恐怖よりも信頼を与えるべしと進言します。アンリ四世がモンテーニュらポリティック派の主張をですね、 受け入れて、結局はカトリックに改宗します。そして王国の統一に乗り出します。それが1593年です。が、これはもうモンテーニュの死の翌年のことでした。アンリ4世がなんとの勅令によってプロテスタントに信仰の自由を認め、 宗教戦争を終結させるのは1598年のことです。モンテーニは国内の平和を目にすることはなかったわけです。モンテーニはこのように深く政治に関わりながら、どのような思想を紡い紡いだのでしょうか。 えとこの左側の人物がアンリ・ドゥ・ナヴァール後のアンリ四世ですそして右側はアンリ三世ですねえっ、ー、とこの図において左側が旧共同盟のギーズ公ンリ、アンリ・ドギーズですね そして右側がアンリー三世のお母さんであるカトリヌ・メカトリヌュ・メディシスです。<laughs> こちらはですね、えっと、作者不明の絵ですが、カルナ・バレー美術館に収蔵されている1590年のですね、パリ・ グレーブ広場、現在のパリ市長前の広場ですね、における、急遽同盟の行列を描いた作品です。えー、さて、えー、ですね、えー、以上のような経緯からも、 乱世における市政の舵取りには大変な苦労が伴ったわけですね。モンテーニは内乱とペスト,との,ペストの流行により自らの命が常に危険にさらされているそういう状態で市長としてですね市民の安全と生活を守ることを引き受けたわけですね。そんな中、モンテーニは 次のように心がけていいたと言います、えー。引用01をご覧ください、えー。これは以前の授業でも一度ご紹介したい施設です、はいえー。下線部を読み上げます。我々の職業の大部分は芝居に似ている。我々は自分の役割を正しく演じなければならない。だがそれを仮の人物の役割として演じなければならない。 我々は、皮膚と肌着を区別できずにいる。なに savons pas distinguir la peau de la chemise、えー。顔におし,りおしろいを塗れば十分なので、えー、心にまで塗る必要はない。だが、視聴とモンテングとは、常に二つで、節然と区別されていた。Le maire et モンテング ont toujours été deux, d'une séparation ビアンクレー、えー、これはですね、えー、あまりに職務に熱心に取り組みすぎて、えー、本来の自分の意思や欲求を犠牲にしてはいけない、えー、公的な役割を果たすことだけに専念しすぎてはいけないという、えーまあ、いわば自分に対する戒めです。えー、大抵ですね。えー 社会で重要な地位にある人は少なくとも建前上は自己犠牲を美徳と捉えて寝、えー、食を忘れて公務、ね、に没頭することを、えー、己の務めと考えるのではないでしょうか。モンにはそれを否定します。なぜならそのような姿勢は、えー、自分ではなく他人の欲望を あたかも自分の欲求であるように、えー、取り違えるという盗作、えー、の結果だからですそんな行いは実際には心からの奉仕ではありえないわけですね、えー、そうではなくて、えー、むしろ単なる自己満足に終わる可能性すらありますまた他人からの評価への配慮は過剰な自己愛から来るものでもあります 極端に言えば職務への没頭はいわば事故を本来よりもよく見せたいという虚栄に発しているとも考えられるわけです真の奉仕は他人からの評価とは無関係に行われる必要がありますそのためには事故の本心真の欲求を自分で見極める必要があるのです モンテーニュはそのような教鳴を範囲した真の事故のありようを皮膚そして外向きの建前上のです、ね、仮面を裸着と呼んで両者の春別の必要性を訴えたのですそしてモンテーニュ自身は市長とですね自分とははっきりと区別されていたと自覚しています そのことによって、市長としての義務はないがしろにされていたのではなくて、かえってその務めは誠実に果たされていたと言えるわけです。次に、引用02を見ましょう。河川部を読み上げます。ある人々は、私の市長としての仕事について、 私の行動があまりにも無気力で熱意がなかったという。しかし彼らの言うことは全然検討外れではない。私は私の精神と思想を平穏に保とうと努めている。Jessai à tenir mon âme et mes pensées en repos。野心が義務と混同し、 ギムの名目で包んだ行動は簡単に忘れた。J'ai facilement oublié ce que l'ambition mêle au devoir et couvre de son titre. そういう行動は多くの場合、世間の字幕を満たし、人々を満足させる。つまり、事柄そのもの、らしおずではなく、外観、ら parance が 人々を満足させる。これは公職にある人の極めて深卒な感情だと思われます。どんな行いにも批判がつきものなのでしょう。モンテーニュの仕事ぶりを無気力とか熱意がないと評する人々に対して彼は反論せずそれは仕事に対して 熱狂ではなく落ち着きをもって当たったからだと答えています。つまり人々の期待に応えて大事業を実行するようなことはしなかったけれども長期の展望の中で現在実施しうる政策を理性的に判断してそれを着実に実現したということでしょう。 モンテーニは再三、過剰な情熱や熱狂の状態をですね、たとえそれが豊かな芸術的創作に結びつくものであったとしても、警戒すべきものであると捉えています。ここにもその信念が現れています。モンテーニはここで熱狂状態における判断は、 野心を義務と混同すると考えています。野心、アンビッシオンとは、名声に対する過剰な欲望、すなわち自己愛のことです。現代の用語で民衆の声を察知して、その欲求を絶対のものとみなすことをポピュリズムと言いますが、モンテーニはその、そのポピュリズムは、 異性者自身の自己愛を満たす姿勢であるとそういう虚栄であると告白告発しているのですで、それはまさに引用01の言葉を用いれば皮膚と肌着自己の欲求と公的な義務とを混同する振る舞いに他なりません モンテニはここで改めて自分は市長として野心と義務と隼別して他人の評判を気にせず目立たなくてもあるいは喝采を浴びなくとも長い目で見て市民のためになることをあくまでも冷静に実現するように努めたと告げているわけですえ次に 引用をご覧ください。これも活線部を見ておきましょう。私はこの都市の姿勢が混乱し病気にかかって私の統治の名声を高めてくれることを望むほど横島な下劣な考えを持ったことは一度もない。むしろ私は心から姿勢が平穏で安易であるようにと尽力した。 自分に対する相席や、えー、相棒を残すということについては私自身は少なくともそれを強く望まなかったということを十分に承知している、えー、特攻の報いを他人の称賛の上に置くことはあまりにも不安定なぐらついた土台を選ぶことである現代,現代のように堕落した無知な時代には 民衆の良い評判は危険である。私は自分を裁くために自分の法律と法廷を持っていて、よそよりも余計にここに自分を訴える。JML は、えま、こう、ぷう、じゅ ここでモンテーニは他人からの一時的な評価に対する警戒心をですね別の言葉でより明確に告げています自分の行いや考えが正しいかどうかは自分で判断するしかない自分を裁くのは自分の法律と法廷によるしかないというわけです 他人ではなく自分に恥じない生き方をするというのは大変魅力的なようで極めて厳しい注文のような気がしますね次にですねモンテーニュの法律についての考えを見ましょうモンテーニュはかつて裁判官でした それゆえ法律による国家の統治という原則そのものは承認していますがその法律が正義であるあるいは法律に内在的な正当性が備わっているという考えについては明確に否定していますつまりそもそも法とは不完全なものであるがそれでもなお共同体の秩序維持のためには従わなければならない と考えています。ンテ体にはエッセイ第1巻第23章習慣についてまた既存の法律を容易に改めてはならないことの中で人間の作った法や規則にいかなる共通の基盤もないこといかなる正当な根拠もないことを示すために世界各地のですね奇妙な法律や習慣を 長々と列挙していえすそのいくつかを紹介しますと例えば自分が挨拶しようと思う人に背を向け尊敬する人を決して見つめない民族があるとかですねある国では婚然に関係を持った男性が多ければ多いほど花嫁は強くて力があるという名を得るとかですね ある国では死体を煮てそれをドロドロに吸い潰してブド酒に入れて飲むある国では女性は立ったまま男性はしゃがんで小便をするある国では生涯髪も爪も切らないなどなどが挙げられています、えー、モンテーニはですねこれらの多分にその滑稽身を の含んだですね、例、え、示、ー、によって、えー、示したいのはあ人間の法や習慣がしばしば自然法や神のおきてという根本的な正義にすら反することがある、えー、ということですね、えー。あるいはそのようなあ、まあ、人間の自然法のようなあ神のおきてのような 本質的な正義すら見失うほど人間の理性は無力である。そういうことを門弟には示そうとしているわけです。この場合、法に従うべき根拠は、それが法であるからという以外にないわけですね。引用05をご覧ください。 ところで法律が信用を保つのは公正であるからではなく法律であるからである。Les lois se mantiennent en crédit non pas qu'elles sont justes mais pas qu'elles sont lois。これこそ法律の権威の不思議な根拠でそれ以外には何の根拠もない。 法律が正しいからといってそれに従うものは正しい根拠に基づいて従っているとは言えない。えー、法が法として通用している根拠法の根拠はあれは法の権威はその中身内在的な性質ではなくてそれが通用しているという事実しかないということですね。 言い換えれば法は法であると認められることによって遵守されるということです。その証拠に世の中には愚か者によって作られた悪法でも通用しているわけです。というよりそもそも人間の判断は常に不完全である以上誰にとってもいつでも正しい法律などを事実上存在しないというわけです。 次に引用06をご覧ください。河川部を読みます。我々の理性が最も真実に近いものとして進めることは、一般に各人にその国の法律に従えということだからである。真理は同一の普遍的な顔を持つはずである。もしも我々が実体と本質を持つ構成や正義を知っているなら、 これをあの国この国の習慣に結びつけはしないだろうここでは現に通用しているという事実以外に正当性の根拠がない法律各国でバラバラで時に相互に矛盾する法律に従うことが理性にかなっていると言われています原則にいかなる正当性や合理性もないのに 我々が従順に従っているものに言語があります。犬を犬、テーブルをテーブル、山を山、空を空と呼ぶのに何の根拠もありません。また男の兄弟をまとめてブラザーなどと呼ぶ言語もあればですね、兄と弟のそれぞれに 別の単語を与える日本語のような言語もあるように各々の単語の指示する範囲も各言語によってさまざまですソシュールが言うように言語と概念の結びつきは根本的に恣意的なのですがそれでも我々は特に疑問を呈することなくその体系を活用してコミュニケーションを行っていますそれは そのような恣意的な体系でも皆が従うということそのものに合理性があり逆にそれに逆らって得られる利益が少ないと考えられているからです。法律に関して言えばそれが愚か者によって制定されることもあり従って悪法も存在します。にもかかわらず 不思議なことに法律はその現象を嘆いたり告発したりするのではなくて逆にそうでなければならないと歓迎しているわけです。それは言語の例と同じく法律に皆が従うことに合理性を認めているからです。 引用ををご覧ください下線部を読みますキリスト教は極度の公正と有用さのあらゆる特徴を備えているしかしその中でも権威に対する服従と国家秩序の維持を厳しく勧告していることは最も明白な特徴である神の英知はこれについて なんと驚くべき手本を残してくれたことだろう。神の英知は人類の救済を確立し死と罪象に対する輝かしい勝利を導こうとする時にも我々の国家秩序に従ってでなければそれを遂げようとはしなかった。ここでモンテーニは君主への服従と 国家秩序の維持の必要性をキリスト教の教義によってですね正当化していますこの教義のもとになっているのは皇帝のものは皇帝に神のものは神に返しなさいという福音書におけるイエスの教えですこの句は一般に神への服従と国家への服従は相互に矛盾するのではなく むしろ両立させなければならないという意味に理解され、政教分離の理念の起源とですね、見なされることもあります。敬験な信者であっても、時に横暴な君主や悪法に耐える必要があって、その忍耐の果てに救済があるのだという考えです。いたずらに改革を叫び、 国家内に争いを生じさせることは神の意思に戻る行いということになります。この点については次回の授業で改めて検討します。問題には国家の方は必然的に不完全なものでしかありえないことを前提にそれに従うことは正しいと考えていました。 その背景には政治を倫理と区別する思想があります。引用08を見てみましょう。下線部を読みます。他の統治者を望むことはできるが、現在の統治者には従わねばならない。またおそらく、良い統治者に従うよりも、悪い統治者に従う方が褒むべきことであるかもしれない。 この国に昔からある法律がどこかの隅に輝く限り私はそこに腰を据える。もしも不幸にしてそれらの法律が互いに矛盾し邪魔し合いどちらに国すべきか選択の難しい二つの党派を生むようなことになったら私の取るべき方法はこの嵐を避けて逃れることであろう。 ここでは現在の統治者に不満があっても服従しなければならないこと古来の法には従わねばならないことが告げられた後驚くべきことに互いに矛盾する法律同士が国家内に対立をもたらした時ですらも諦めて嵐が過ぎ去るのを待つと述べられています。 これはあまりにも消極的な姿勢ではないでしょうか。ここでのモンテーニュの真意はそれほどに正義と政治との両立は困難であるという現状の確認にあります。実際に市長を経験した彼は嵐が過ぎ去るのを待っているわけにはいかなかったでしょう。 なお、悪い統治者に従う方が、本をべきことであるかもしれないという発言には、古代の神学者、アウグスティンスからの影響が認められると思います。えー、アウグスティンスはあですね、人間社会における不平等を、人間の犯した現在、えー、すなわち神との契約を破ったことによる罪ですね。 これに対する罰と見なして人間社会の平和を維持するためにいかに非道な君主にも服従すべきでありそれが神から与えられた試練だと説きましたこの場合悪逆な統治者に耐えることがより神の意図にかなうということになります民主主義が常識である現代では とても受け入れられない発想ですねモンテーニも本気でこの古代思想に合意しているわけではなくて民意に合致した政治の実現が大変困難であるということをですね誇張気味に表現していると考えられます。 次に引用09を見てください。モンテーニュの政治に対する冷めた認識、えー、諦めに近い感情を言い表した一節です。下線部を読みましょう。政治に関する徳は人間の弱さに順応し合致するために、いろんな日だと角度と屈折のある、えー、混ざり物の Au gico -o toque de est massugna, junsuina, fuhenna, La vertu assignée aux affaires du monde est une vertu à plusieurs plis, encoignures et coudes pour s'appliquer et joindre à l'humaine faiblesse mêlée et artificielle non droite. ネット・コンスタント・ニ・ピューフモン・イノソンテ群衆の中を行く者はあ脇に寄ったり肘を狭めたり退いたり進んだりしなければならないいや出会う者によっては本堂からもそれなければならない、えー、政治に関する徳とは為政者の徳のことですね 異性者はまっすぐで正直で正義に向かって邁進するような人では務まらないそうではなくてうまく国家を統治するには時には策略を練り政敵を陥れ悪徳や犯罪それそれの行為にも手を染めることを辞さないことも必要だと言っているわけです逆に言えば 国家を平和に統治することに欠けた人物ならば、多少の不正や疑問も許されてよいということです。この考えは、イタリアルネッサンスの政治思想家、マキャベリの思想を思わせます。このような政治と倫理を区別する発想は、国家の利益の実現のために、超法規的な方策も許容する。 国家理性、へンデータの考えへとつながっていきます。フランスでは後の17世紀に最初、リシュリューがこの国家理性の原則に即して絶対王政の確立に尽力します。また国家の平和と秩序を第一の要請として力による統治を許容する考えは、 17世紀の思想家パスカルの政治論にも受け継がれていきますこの引用09の後半にはモンテーニュの市長としての実体験が記されています私生活で通用している意見や規則あるいは学校で教える青女性の徳をですね市政に適用しようとしたが それは誤りだったと言っています。つまり、相手の欲求に不公平のないように応じるというような理想は、相手が大勢になれば、たちまち実現が困難になるということです。各人の意見も境遇もさまざまなので、万人を満足させる政策は行いようがないからです。犠牲者は、 一部の不満には目をつぶらざるを得ず、その不満を抑え込むために力を訴えざるを得ないことさえあります。本堂からそれる行為というのはそのようなことを意味しているのでしょう。最後に引用10を読んでおきましょう。国家の幸福のためには、 裏切りや嘘も、また殺戮も要求される。ルビアンピブリック、l i <ity> こういう仕事は我々よりももっと従順で、えー、柔軟な人々にお譲りしよう。えー、強烈な一節ですね、えー。この授業の最初に見たように、 モンテーニは国家の重鎮たちとの交際の中で政治のドロドロした様をですね身をもって体験しました自分の命さえも何度も危険にさらすことになりましたし国王,国王のン里三世が政的の義偽アン里を暗殺する現場にも立ち会いましたこの引用銃で 「また殺戮も」という1行,1行目の語句は1588年以後に書き加えられたものですがこれはこのギズコ暗殺の体験を踏まえているのかもしれません。政治がきれいごとでは務まらないことはですねモンテーニュが深い確信を持つ事実だったのです。 ただし言うまでもありませんがモンテーニは王が道徳を無視して防政を行うことを許容しているわけではありません。彼は1582年11月の王の顧問官であるナントイユという人物への手紙で国王の絶対権力を回避するために民の幸福宗教 そして国際法という3つの制限を守らなければならないと告げています。後の社会契約論にもつ,、えー、もつながるようなですね、近代的な考えであると言えます。えー、本日の授業をの要点をまとめておきましょう。えー、モンテには 4年間のボルドー市長時代も市長退任後も国家の秩序回復のために重要な政治的な役割を果たしましたただしその際そのような公的な役割と本来の事故の在り方と区別し肌着と皮膚と区別し事故の行いの正当性を他人の判断に委ねないように 心がけましたまたモンテーニは法に内在的な正当性はないが国家の秩序を維持するために国民はそれに従うことが必要であると考えましたそして政治と倫理とを区別し為政者が欺瞞や不正に訴えかけることもやむを得ないと主張しました。 続きは次回の授業で見ることにいたします。本日の授業はこれで終わります。どうもありがとうございました。